プリオ。プリオ。プリオは、愛知県豊川市諏訪山丁目にある、専門店を主体に構成される大型商業施設で、ある。かつて各店舗として、アピカ豊川店が入居していた。運営は、豊川市開発ビル株式会社。1988年、昭和63年10月に、市街地活性化を目指して、豊川市や地元商店街。 豊川商工会議所、豊川信用金庫、ひまわり農協など出資して、第3セクターの豊川市開発ビル株式会社を設立し、1989年、平成元年11月に、アピタ豊川店を各店舗とするプリオを開業したのが始まりである。アピタ豊川店が、施設全体の売上げの約60%を上げて、中核店舗としての機能を果たし、 前世期には、全館の年間売上高が90億円台に達し、豊川市開発ビル株式会社の経常利益も約2.8億円に上っていた。しかし、1998年、平成10年9月22日にシネマコンプレックスやボーリング場などを併設した豊川サティが、現、イオン豊川店、約 1.5km ほど離れたところに、進出するなど、 近隣や郊外へ競合店が進出して競争が激化したため、2001年、平成13年にプリオ E を開設して増床を行ったが、不況の長期化の影響も受けて2008年、平成20年度には、全館の年間売上高が約45億円と、前世紀の約半分に落ち込み、各店舗のアピタとヨカワ店の売り上げも、施設全体とほぼ同じ比率で落ち込んだ。 そのため、不況の長期化の中で、再産性を重視して、店舗の閉鎖を決定する方針を打ち出していたユニーが、開業時の20年間の契約期間終了後に1年間延長していた、賃貸契約の再延長を見送る方針を、決、2009年、平成21年12月24日に、豊川市開発ビル株式会社に、撤退の方針を説明し、2010年、 平成22年8月15日にアピタとヨカワ店を閉店して撤退した。プリオはバブル期と後に呼ばれた公共期に開業した関係で各店舗のアピタとヨカワ店を出店したユニーから多額の資金、保証金を預かっていた。そのため2000年平成12年頃から毎年2億円余りの保証金をユニーに返済していたため、決算上は 平常利益は1000万円から3000万円程度の黒字となっていたにもかかわらず2003年、平成15年月期からの6年間で長期借入金は約8億円増加し、さらに2010年、平成22年のアピタとヨカワ店の撤退時に月額家賃の30ヶ月分以上にも相当する約9億円の敷金の返済が必要になったためユニエ敷金を 分割返済することになった。その結果、豊川信用金庫からの長期借入金、約22億円や、分割返済の敷金,金に撤退に伴う改装費の借入れを合わせた約33億円の負債を抱えることになった。一般テナントの2倍、近い坪単価を払ってきた各店舗のアピタ豊川店は、床面積で約34%でしかないにもかかわらず、 家賃収入では約60%を占めていたため、同レベルの家賃負担を受け入れてもらえるパチンコ店を改装後の新テナントの一部として導入して経営を維持する計画が豊川市開発ビルによって経営安定のため苦重の選択として発表された。しかし、この計画に対して豊川市議会や市民から第三セクターのビルには好ましくないなどと異論が出たため、 パチンコ店の出店を断念し、地下1階から3階を商業施設、4.5階を公共施設として改装を進めることになった。そのため、アピタ豊川店に代わって入居するのが一般テナントとなって、家賃収入は一般レベルへと半減することになり、豊川市開発ビルは経費節減を行っても黒字の維持が困難な状況下では、 約33億円の負債を抱えることになった。こうした豊川市開発ビルの経営難を受けて、豊川市当局が民間に引き受けてがあるとは考えられない。道義的責任もあり、市が手を引くことは許されないとして、フロアや駐車場を2010年、平成22年度に改装資金の緊急融資計約1.5億円を支出したほか、5階の120坪分を 約6300万円で買収するなど資金面でも支援を行った。豊川市は2011年、平成23年度に4階と5階の残り部分を約5.51億円で買収し、2012年、平成24年度には3階を約4.07億円で買収して、豊川市開発ビルに買収代金の形で資金を投入した。 こうした豊川市開発ビルへの豊川市からの支援について豊川市長が兼務している社長から退任するとともに豊川市の出資比率を引き下げて第三セクター形態を止める脱三セクの約束とともに市は今回限りとしさらに収支計画の実行を条件に豊川市議会も支援策を承認したアピタ豊川店の後継テナントとして 総合スーパーなどの同レベルの大規模小売店の誘致も検討されたが困難と判明したため、1階への食品スーパーの招致や4階への家具店の招致などを行うなど、服の大型専門店を集めた商業施設とする方向で、新規テナントとの交渉を進め、食品スーパーのマムや書店の豊川堂道などを入居させて2010年、 平成22年10月22日に一部フロアで新装開店した。その後も家電量販店の松屋電機などが開店し、2011年平成23年1月21日にプリオアイの3階にハットリセンターが開店して商業施設部分全館が再開業した。地下1階に店舗のある豊川市諏訪地区のイメージキャラクター、諏訪ポンにちなんだ。 スワポン紙を設置してイベントなどに活用し、店舗周辺のスワ商店街振興組合と共同で、割引やサービスなど特典付きの地域通貨、スワポンマネーの発行や、イルミネーション、スワポンイルミナイトを開催するなどのほか、豊川稲荷寿司として、地元が参加している B-1 グランプリの事業にも参加するなど、地元の商店街などとの連携による、集客、 販売促進活動にも取り組んでいる。また、豊川市開発ビルへの支援に関連して、豊川市が取得したフロアを活用して、2012年、平成24年4月1日に4階に、登録団体、個人が無料で利用できる豊川ボランティア、市民活動、センタプリオと、鏡張りの多目的室や、大小の講義室と、給配水設備のある工作室がある。 プリオ障害学習会館が開館したほか、5階には、戸籍等本、または、小本の取得などの主役所の各種手続きが行える、豊川プリオ窓口センターが設置されており、2012年、平成24年4月2日からは、一般旅券の申請など、各種手続きが、同センターで行えるようになるなど、集客力のある、公共施設の設置も行われている。しかし、 新相開店した初年度の売り上げは、アピタ豊川店があった前年同期に比べ、約10%減となって、豊川市開発ビルの経営の中核をなす。賃料収入も落ち込んだため、2011年、平成23年11月に初年度の損益を9700万円の赤字に下方修正し、2年目も豊川市の公共施設設置による、 共益費の増収や豊川市への床売却に伴う固定資産税の減少など公的支援による協会全文に警備や清掃などの経費削減を進めて約8000万円の収支改善を見込むもののなお1700万円の営業赤字となる見通しとなっており豊川市長に代わる社長の人選の難航などで第三セクター対からの脱却は暗章に乗り上げているが 大英出身で2011年、平成23年に就任した取締役が収益改善策も着実に実行しているとして批判は一旦沈静化している。商業施設は地下1階、地上5階建てのプリオアイと地上4階建てのプリオイーの2つの建物で構成されていて連絡通路で接続しており、プリオイーに併設された地上9階建てのホテル棟には 客室数143室のコントホテルとヨカワが入居している。2つの市営の立体駐車場も隣接しており、プリオアイとそれぞれ連絡通路で結ばれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。